こんにちは、大堀123でございます。さあ今日もねちょっと夜中に撮ってるわけなんですけどね。さあつい昨日でしたかね、10年間の、30周年記念のやつをねこうっていうのはやりましたけれどもね、それをアップしましたところですね、まあアンチコメントも来ましたが、そういうものは気にせずですね、本当にいろんな方に長き見てくれて、まあコメントもたくさんいただきまして本当にありがとうございます。まあやっぱりねこのためになんかこうやってるのもんでね、なんかこうやれてよかったなっていつもそういうこと話してるけど本当思うんですけど、さあその中でですねその10年間、その動画をねアップしたのをある方が見てましてね、これは、リクエストまた来てるんですけども、レイナちゃんねえ、12歳だから小学生かな、まだ中学生かな中学生かちょっとわかんないんですけど、レイナちゃんねえ結構有名だよね、僕よりすごいんじゃないのねえ、女の子ですよね、小学生か中学生だと思うよ、今12歳かな12歳とかかな、小学生なのかな。でね同じ鹿児島でね、鹿児島なんでね、どこに住んでんだろう。ね、鹿児島ということでね、小学生中学生でね長渕剛、しかも女の子が長渕さん弾くって、やっぱ結構ねなんかそういうのがこう結構評判みたいでね、このレイナちゃんもそのご多分に漏れずというか、本当に有名なその長渕さんの歌を歌う女の子っていうことで、非常にまあ僕は有名なんじゃないかなと思うんですけど、その方からねまあリクエストいただいたんですけどね、ありがたいよね。それでやっぱりね、まあこんなリクエストくれてありがたいね。しかも小学校の女の子、そらね断れるはずないだろうってね。さあ話はなくなりましたがね。そんで10年間のまあ10年間は10年間のフレーズなんですよ。だけどザ・トゥルースってあったじゃない。去年か今年出して去年のツアーの DVD の中にさ、アリーナツアーでやったじゃないですか、10年間ね。僕も 見ましたよ、ちょうど去年のツアーの、アリーナツアーの10年間生10年間見てきましたけど、ね、よかったね。それでその、まあ、ザ・トゥルースに収録されている、要するにアリーナツアー、ステイアライブ、ギター一本のアリーナツアーということで、そういう、ツアーの中で10年間歌われたわけなんですけども、その10年間のイントロを教えてくださいって言うからね、あなるほどと。まあ確かにね、それでタブが出ているわけじゃないから何とも言わないですけども、ただねまあじゃあ通してやってみるけど、こんな感じです。出てるやつですね。で、僕もこれ本当に実際まあ僕は去年のツアーで見てきたわけなんですけれどもね、こういうフレーズやってましたよ。ってのやってたわけですよ。まあこれが一つの投資ね。じゃあね、じゃあね、レナさんもギター持ってらっしゃいますでしょうか。ね、なかなかね、まあ小学生の女の子だからね、手がちょっとちっちゃいからね、まあこのフレーズはちょっと難しいですけどね。難しいっていうか、ちょっと女の子の手にはいけるかなっていう、ちょっと心配だけど。感じね、まあちょっと
違うところもあるんだけど、まあこういう感じよ。でね、最初の感じなところはこのスタート、これはねスライドよね。まあ人差し指でもいいけど、長渕さんは人差し指でいつもこうやってるけど、僕はね中指でやるんですよ。中指で、3弦2フレットからこの3弦4フレットまでスライドさせて、でね、まあ右手はまだ映してないんだけど、右手はね、あのね、どっちかというと1弦から3弦を弾くような感じ、そういう雰囲気でやればいい。まあそれでも全体弾いちゃう時もあるけどね、手癖でそうなっちゃう時もあるんですけど、ね、これでっていうね、スライドしてでね、こうんでドゥン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 、これ2回繰り返すね。でそしたら3回だね、ドゥンドゥンドゥン、3回して、今度は3回目いったらこうやって戻るね。4フレットから、2フレットにまた戻る。そしてこれプリングオフね、そして、3弦2フレットプリングオフ、そしてその次はね4弦2フレットプリングオフ、そして5弦2フレットをプリングオフして、今度はね6弦の3フレット、こうやってね昨日も教えたようにちょっと下げるような感じで、これを2回組む、右手はこれで2回弾くでね、そして6弦開放弾くっていう感じね。でこれこれってのはこれ3、2、1と、そして開放っていう感じでやればいいよ。そしてね、それぞれのフレットに押さえる指っていうのをしっかり考えて、まあ別にこれでもいいけどね、ちょっとやりにくいっていうのであれば1本でも何でもいいだけど、僕はこっちの方がしやすいと思う。ね、見えてる？こうっていうのがこういう感じ。指の動きってこう大事だよね。それでまあこれ、これ三回繰り返しっていう、これね、これはね要するに Es4 よ。E マイナーの状態から Es4 にこうやってって言って、だからね Es4 だから要するに E マイナーのフォームにこの小指ね三弦の2フレットを要するに足す。それとESus4のフォームになるんですけど、これで、ね、これこの音が鳴ってるわけね。これでで、こうやって、まあこれはもう本当にリズムだからね、こうやってだからカラーピックがちょっと入ってねってね。で最初ねこうやってっていう、こういうあの6弦と5弦をちょっとこう叩くような感じ、ブリッジよくね長渕さんやるじゃない、こう叩くような、右手はね、で左手の動きっていうのはこういう感じね。っていうね、っていう感じをやるわけ。それでその次はねこう、これはね、これもちょっと不協和音みたいな音になってるんだけど、3弦の3フレットをね、そのこの Es4 の後にこう押さえるわけね。ちょっと変な音でしょ？でもこれの不協和音なんだよね。だからこうやって、うわーって言って、その次ちょっとこう軽くシャウトがやるね。やらーって。で、またこれ。まあこういう流れ、うん、基本的な流れはね、まあこういう感じです。だからまあそうだね、これもやっぱこうノリというのもあるのかな。だからまあこれまあ DVD 通りに弾いたらまあこういう感じに近いものになるのかなっていう感じにはなるんですけど、ちょっとね僕もね弾いてるのニュアンスがちょっと違う部分もあると思いますけどね、だいたいこういう雰囲気で左手の動きが夢みたいな感じね。さあじゃあね右手やっていこうか。あ、じゃあちょうど左も見えてるからね、
特にあの右手注目しててね。入るわけだよね。右手はこういう感じ。まあちょっとねこういやいやこうミュまあ別にこれでもいいけど。でちょっとねあの DVD なんかちょっとちらっと見ると。ちょっとこう右手をねこっちのこの部分をねちょっとこう押さえてミュートした感じよ。右手でミュート右手のミュートの仕方わかると思うけど、まあだから基本的なこうリズムはこうっていうこうリズムがあるじゃん。だからこれにこういう音のここでほら押さえてるからねこういうってこういうになってるわけよ。まあそういうことなんですよ。さあじゃあ元に戻していきましょうね。そういう感じね。まあこれもやはりまあ何度繰り返し練習っていうのが大事だということになりますよね。まあなかなかね教えるのにもちょっとまあ難しいニュアンスではありますが、でもまあ一度覚えてしまえばもうスッとこういけちゃうみたいな。長渕さんのやっぱこうテクニックの魅力ってそこなんですよ。聞いててな難しそうだなと思うじゃない。で実際やってみたらあ確かにちょっとエコしいとこもあるかなみたいな。だけどねそれがポッと慣れていくとおスッスッとこういけちゃうっていうことなんですね。だからそれがなんかやっぱだから簡単なようで難しいんだよ。難しいけどでもそれが慣れてしまえばあなんだなんてことまあなんてことないじゃないって言ったら言葉悪いんだけどおスッといけちゃうねということなの。だからねなんともこの絶妙なこのなんて言いますかね簡単なようで難しいでも難しいけどもそんなにややこしくないみたいなね、ちょっとどういう表現してるかわかんないけどそこがやっぱこう長渕さんテクニック師匠テクの魅力なんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけどどうでしょうかね。じゃあもう一回最後ねしつこいぐらいにまでやりますよね。レイナさんギター持たれたでしょうかね。ちょっとね、まあ先も言ったけど小学生の女の子にはちょっとね手もちっちゃいだろうからね。で指も僕みたいにそんな太い必要はないけども、ね、なかなかしづらいテクではあると思うけど、まあじゃあ最後にねおさらいとしていきますよ、ね、左手も右手も、まあ、しっかり見て、まあ、これだったらアングルだったら全体見れるからね。じゃあいきますよ。僕の顔は大丈夫だからね。入るわけですけどね。まあどうでしたかね。まあこういう感じよね。だから最初のこのここを決めるべきだよ。ここを叩きつけるようにブリッジをこう叩くわけよね。長渕さんってよくこうやるじゃないかこうやってね。で別にこうでもいいんだけどそれだとちょっと迫力が出ないんだ。だからねっていう感じでやるという。まあこのフレーズ実は十何年前のね空
のツアーとかではね、披露されてたよね、こういう。ソラ、まあ DVD で、まあ YouTube なんかでもなんか見れるっぽいね、あのソラツアーね、2002年の日本武道館かなの時のソラの映像なんかも近いようなことやってます。だけどまあ今一番最近ので見るのはやっぱザ・トゥルースね、トゥルースってあったじゃない、あの最新 DVD の、ギター一本アリーナツアーの DVD だからディスク3かな、3に入ってんのかな、ちょっと忘れたけど多分そこ以来に入ってる、Stay Aliveというツアーです。それに入ってますので、10年間入ってますので、ぜひ皆さん見てみるといいんじゃないでしょうか。ということでね、レイナさん分かっていただけたかな？ねえ、私も小学校の子相手に教えるっていうのは初めてだったんですけどね、ちょっとどうだったかな。できればね、せっかくレイナさんね、いろんな動画アップされてるそうなんで、もしこのフレーズお分かりになったら、分かったらね、ぜひそのフレーズだけでもいいや。ねえ、なんか動画でアップして見せてください。うん、なんかちょっと成果を見たい。まあそんなこと言える周りではないが、でもね、まあ、せっかくだから見たいなということでね、分かっていただけたでしょうか。まあレイナさんに限らず、まあこの10年間のフレーズ、まあね、前回の30周年記念ボックスバージョンの方でも、イントロ講座の方でもやってはいますが、さらにクローズアップした形で、Stay Aliveバージョンやってみましたということでね、まあ皆さんの腕が上がることを祈りまして、ここでお開きとしたいと思います。次またね、ラジオ、そして動画、そしてね、ライブでね、お会いしましょう。では、大堀一二さんでした。今日はギブソンの J45 で送りました。じゃあね、さよなら。ハモニカはメジャーボーイね。